特に何かしようっていうのはなくて、普通に久々に配信しようかなと思って配信してみました。なんか何から喋っていいかわかんないね。こんばんは。コメントがそうちょっと早い。コンサート、まあそうだね、コンサート最近ありましたので、コンサート、うん、どこから26日のコンサートとかでいいか。あ、ケイゴさん、なんかクリスマス仕様のなんかタワー系なのかな。ありがとうございます。いすごー、クリスマスってやっぱいいよね。26日のコンサートは、あれだね、チーム対抗戦。なんかああいうおなんか対抗みたいな感じがあれぶりじゃない、運動会ぶり、埼玉かな、運動会ぶりのなんか対抗系やった気がする。だからなんかすごく楽しかった。なんか久しぶりに遊びあるコンサートっていうか、ね、なんか、なんだろう、そう、あゆみ、空耳ロックじゃなくてチャイムはラブソングか、チャイムはラブソングで煽りをさせてもらったんですけど、なんかそのリハの時に私いなくて、でなんか次の日来たらなんかあそこはとりあえず煽っとけばいいからみたいな感じで決まってて、煽り方ももう私次第みたいな感じって言われて、本当にしんどくて、なんかもう本番やるのはファンの皆さんがいるから全然いいんですけど、リハが一番しんどかった。リハがもうなんかもう地獄でした。エミリー煽りしてるやんってびっくりしたね。びっくりしたでしょ、エミリー。あんな煽ることないし、なんかねねえやめて、ずっとじゃあじゃあ言ってたねって。そう、なんか本当はリハの時にじゃあじゃあ言いすぎて、なんかあんまりじゃあじゃあ言ってほしくないみたいな、なんか他の煽り方した方がいいんじゃないみたいな感じで言われたけど、むずいんですよ。しかもリハでファンの皆さんがいない中、ああって言ってやるのがすごいマジで勇気がいる煽りでした。恥ずかしそうで思う。いや、めちゃくちゃ恥ずかしい。
うん、めっちゃ恥ずかしかった。でしかも当日のリハかな、当日のリハでまあ普通に通してやっていくんだけど、こうなんて言うんですかね、やって一回やってしたらなんかリハもう一回やるのは何みたいになった時にまた煽りの方をやりますみたいに言って、他の人はもう終わりです、ありがとうございましたみたいな、煽りまたやんなきゃいけないのみたいな、リハでしんどかったな。もう楽屋に戻ってからもずっと何回もこの煽りの練習をしてみたいな。いや一人でやるっていうか、もう一回そのメンバーでやりますみたいな感じ。もうずっと喋ってた、てかその日はずっと喋ってた。26日は昼も夜もなんかやることが多すぎてすごいずっと喋ってた。あ、つとも北海道さん、なんかトロフィーありがとうございます、ありがとうございます。熊のトロフィー、これはなんだ、かわいいね。いや本当に頑張りました。その日はなんかそう、お昼は影穴もさせてもらって、あ、ワールドカップ仕様なのね、可愛いですね。そう、鍵穴もさせてもらって、で鍵穴もあの HKT 入ってからコンサートで鍵穴できることってあんまなくて、なんかいつもなっちゃん、あおいしゃん、まあ、はな、みく、なこ、なっぴーとかだったんですけど、そうまさかのなんかわかんないけど。なんか鍵穴ってなってて、それも鍵穴の用紙もらってずっと楽屋であの練習もしたし、でエンジンの内容も本番でなんかちょっと、まあせっかく VTT2 でやらせてもらえるから、あの何、いい一言いいこと言いますってっていうのを決めて返事して、あの曲が始まるみたいな感じだったから、なんか考えることが多かったな。うんと、うん、リン・ダンさん、タワーありがとうございます、ありがとう、久々にした。そうだからずっと喋ってたからね、めっちゃ声ガスガスってみんなに言われた。 VTR は良かったよねほぼほぼカットされたんですけどはい、あ、野蛮も良かった。野蛮もねもう大変なんですよ。なんか私別にそんなダンスメンバーとかでもないので、その中でもうマリアとかハナちゃんとかってさダンスうまいしついていくのに必死で、なんかレッスンの時に、まあ、合わせとか別日にあって合わせてで V 撮って大きな画面でスロー再生でなんか誰が合ってないかみたいなとこ細かく練習しました。ついていくのに必死だった。まあ結果オーライですね、もう終わったんで
あ、夜はあの野蛮からの野蛮からのあの思い出のほとんど、思い出のほとんどが一番もうなんかあの心の切り替えが大変だった。なんか野蛮もやばいのに思い出のほとんどで葉月に喋らなきゃいけないとこが一番やばいやばいやばいみたいな、ちょっとそわそわ、全部そわそわしてました。情緒不安定だったの時は。でもやっぱすごいね、やっぱ悲しいこととか、悲しいことっていうか、まあ人に気持ちを伝える時ってあんな焦ってても泣いちゃうんですよね、やっぱ寂しいから。申し訳ないのはそのリコピさんたちの時にあんななんか笑ってたのにみんながなんか急にテイスト違くてなんか面白かったですね、それも。ん、浩平さんクリスマス仕様のタワーっぽいの、ありがとうございます。ありがとうございます。これなんて言ったらいいんだろうね、ソリありがとうございますとかかな、分からんけどね。思い出のほとんどはえぐいよね、もうなんかさあ多分感情が出すぎてすごい泣いてたから、で喋らなきゃいけないじゃん、ちゃんとね、やっぱ泣いてるだけじゃなくて伝えなきゃ伝えなきゃと思って、めっちゃ手震えてた。でもまあああやって伝えることなんてできないし、ああいう演出でね、でしかも夜公演の思い出のほとんどのトリをやらせてもらったからすごい嬉しかったです。そう、しかも前田さん、私は前田さん推しで葉月は高見田さん推しでっていう、こう推しの歌を、しかもあ、まあ立場は違う、まあ違うけど推しの歌をね、こうやってね同じようなテイストで歌えたのがすごい嬉しかった。推しとしてはもう最高でした。二人で嬉しいねってずっと喋ってて、最後に大きな会場で二人で歌えたのは本当に嬉しかった。一番の思い出かも。ね、最高だった。最高最高。そう、厚み直しのエミハズが歌うって感じです、という感じです。初見です、だってありがとうございます。いいペア、まあそうね、なんかわーいいよね。寂しくなっちゃうな、だって私のあの生誕祭にはもう葉月いないんだよ。できるかな、ちゃんと生誕祭。なんかいつも葉月が司会してたイメージかな。そうね、司会で呼ぶか。どんな誕生日プレゼントし、なんかね一回誰かと友達となんかプレゼントの話になったんだけど、いざプレゼント何が欲しいって言われた、わかんないよね。葉月が質問して意味がスピーチすると思う。そうね、
でもチーム T2 でラストの生誕祭なんで来てね公演来てください。まだいつかわかんないけど、ヤナちゃんがショールームでエミが心配、うん、そう、ハナちゃんがずっと心配してくれるんですよ。寂しいんですけどね。でも今はこうなんていうかな、ハナとかマリアがすごいこう最近より距離が縮まっていろんな話すること多くて、あの仲いい後輩が増えてきたのが私は嬉しいです。甘えれるとこがあまりないからこう嬉しい。土日ね、でも私そもそも誕生日がさ平日だよね、だから私はそこら辺なのかなって思ってるけど、どうなんだろうね。ハラちゃんは最近ナッピだ、すごいね、アイチナッピとアイチに上がったんだ。いやエミも数人だったらおごるよ。28日は基本的は普通にもう28日のコンサートはなんか26 忙しかったから28はあれだね、落ち着いてたからよかった。あんますることもなかったし、ちゃんとね、いろいろチームで踊るのが多かったし、葉月のね唇に Be My Baby 衣装めっちゃ可愛かったよね、超似て、なんかもう高見菜さんって感じ、可愛かった、めっちゃ衣装似合ってた、良き。ケトルが印象残ってケトルね、のこたん、のこたん心配だよ。ちんちん違う、そうね、あのケトルとかね、もうケトル問題、そうやってちぐはぐ踊ってたらいいんだけどさ、じゃないからね、もう溶けちゃうから危ない、耳大声出しちゃったもん。ケトル溶けるも面白いしね、おもろすぎ、センスあるなみんな。誕生日にケトル事故大丈夫、ケトルはなんとか生きてますので全然大丈夫です。ネイルオフ中、そもそもあのネイルはしてなかったです、あのマニキュアです、あのキラキラさんは。なこちゃん最近、なこはねちょこちょちゃんとね連絡は取ってますよ、ちょいちょい忙しいけど。なんだろう、中国は公式応援会は T2 の皆さんにプレゼントしました、なんだろう、ちゃんは今韓国行ってるね、あ、ね、なんか
流れてくる写真見たけどめっちゃちっちゃかったなんか何があってそんなちっちゃいか、なんか普通のはずなんだけど、やっぱあの写真見るとすごいね。なっちゃんに会った、会った、コンサートで会いました。いやそう、28日はあの葵ちゃんの卒業発表が一番しんどかった。なんかああ言っちゃったってなった。なんかねこう一人ずつやっぱ見送っていくと悲しいね。まあでもまだいるし、葵ちゃんといっぱい、葵ちゃんにいっぱい教わります、いろいろ葵ちゃんはすごいので、もういいや、葵ちゃんにいつもなんだかさーみたいな感じでいつも相談して相談乗ってもらってる存在なんで、葵ちゃんがいる間にいっぱいいっぱいいっぱい喋っていっぱいいっぱい思い出作るって決めたんだ。確かに次の周年では一期生さんがいないって、そうなんだよな。確かに葵ちゃんが辞めちゃう前に初めて先輩と同じチームになる、え最高じゃん。確かに改めて考えるとそれは嬉しいわ。ねえ時代の流れを感じます。確かに樋口、ね、ここ点どうなりますかね、いろいろ面白いね。なんか目撃者頼むからアンダーで出させてほしい。うちは踊れますマジで、オタク発揮する。めっちゃジッパーをさすごいみんなに言われるんですよ。私さやかさんのあのソロギターのやつ言われると思ってたけど、みんな結構ジッパーを期待してくれて、なんか嬉しい、新鮮なものを求められてる感じで。いやそう F24 の時にやらせてもらったんですよね。でもそれさ博多座で弾かせてもらったのえぐくない？めったにできない。なこちゃん卒業した3期生の残り5人になるんでした。このミーリー
はずきって言ってた。もう癖ついてる。6じゃないかな。6人になるのかな。多分6人かな。6人になっちゃいます。でももともと少なかったからこう減ったねーはないけど、とうとう3期も卒業する人が出てきちゃうんだって思っちゃった。あずきとなこ。でもなんかわかんないけど、まあ3期生ってこう辞める人が少ないからさ、本当に。ね、なんかね。まだまだ続くとは思ってたけど、まさかそのラッシュにね、乗っちゃうのかと思って。3期はすごいいい本当にいい距離感でいい子たちの集まりだから、本当にマジで3期でよかったって思う。こんななんかしょうもないことでもさ笑ってくれて、エミーのわがままも聞いてくれて、可愛いし、やっぱ自然と集まるし、レッスン場とか違うとこでも。え、嬉しい。リコちゃんの卒業公演で3期で出てきたとき、キラキラして可愛すぎた。嬉しいね。3期みんなで、もう少人数だから3期みんなで選抜入ったらめっちゃ最高だな。難しいかもしれないけど、なんかできたらいいな、3期生で今後ね。ミシャケはね、面白いっていうか、なんていうかな、あのなんていうんだっけ、笑うツボが本当に人と違う。めっちゃ変、なんかしょうもないことでずっと笑ってる。本当に可愛いよ。あんま出さないけど、でも最近よく喋るようになったし、 MC とかでもね積極的に喋ってくれるから、多分もうちょっとしたらもっともっと面白いミシャケが見れると。サイミーの新潟でのロケ見てくれたってありがとうございます。なんか
マネージャーさんにもうちょっと食レポうまくなりなさいって言われた。無理だよ食レポなんか。そのままに美味しいって言っただけだった。ちょっとダメでしたね、反省します。温泉の水マジで本当にあれダメですって、マジで本当にダメだった。いやてか行ってほしい、行って飲んだら分かる、ウィーって。やばかった。あと味噌カツのやつかながめっちゃ美味しかった。全部美味しかったけど、エミナの味噌カツの味噌がこう染みた感じが自分の好みだった。めっちゃ美味しかった。エアコントレックスの水よりかはもう比べ物にならない。私まだその水の方が好き。タレカツ、タレカツ、タレカツ、流れ星。あでもお寿司も、お寿司のやつ南蛮のやつも美味しかった。でも全部美味しかった。ラーメンも美味しかったし、チキンのやつも美味しかった。チキンっていうか、うん、でっかいの。めっちゃお腹いっぱい食べた。だからその日の夜はもう爆睡だった。半身揚げ超美味しかった。せんべいは暑かった。日本酒、日本酒はねあれ多分もっと飲んでたら多分あのなんか頭痛くなってた。なんかやっぱ日本酒がねどうしても飲めない。まだまだ好きにはなれない味だなと思った。でもまさかサイミディでね行けたのがめっちゃ嬉しかった。なんか普通に旅だった。なんだかんだ忙しい中お仕事もあってコンサートもあって結構バタついてたけど、あでもまだバタつくか。そういう卒業公演があると「ハウステンボス」楽しみだな。葵ちゃんとなことは「ハウステンボス」が一番の思い出になりそう。なんかね、確かに今年は体調いいといい。なんかいつも大事な時にこう体調崩しちゃうから
良くないんですよね。そう、金曜からめちゃくちゃ私出るんですよ。そうそう、公演めっちゃ出る。エミの後輩ちゃんの推しは、え、推し？推し？推し？推しとかはないかな、別に。みんな普通に好き。お、Q のパジャドラ行くよ。嬉しい。パジャドラ来て来てん、みんな公園来て来てん。11行きます。9行きます。お、14のパジャドラ行きます。いいね。これあー、お、13日延期行きます。日曜が多いね。日曜、しかも夜公演だっけ。夜公演だよね、多分。よいしょ。17日当たるつもりでいます。なるほど。皆さん行けるときにぜひ来てください。まあ私は公演全部ほぼほぼ出てるので、まあ一回は会えるでしょう。サッカー初めて多分しっかり、いや多分初めて、いや初めてじゃないか、サッカー見た、今回のサッカーのやつで初めて見た。そう、全部ね見えなかったの。最初のやつとか全然見てなくて、今回のやつは12時タイミングあったからちゃんと。この間のやつ見ました。面白かった。なんかそもそもあのネットフリックスでブルーロックを見てるから、なんか面白かったより。なんかアニメばっか見てて、ブルーロック見てます。日本が初めてワールドやっぱり夢生まれてない。あ、そうなの。なんかテレビで書いてたね、98年ワールドカップ出てたって。なんか
おすすめのアニメ教えてほしいぐらい。めっちゃさずっとアニメ見てる、いろいろ探して。チェンソーマンは見てます。確かにどういう系、なんかブルーロック系とか、あれを見た、サマータイムなんちゃらと、なんだっけ、なんだっけ、リコリスみたいな系。あ、リコリスってやつも見て、あ、そうそう、それだ、リコリスリコイル、そうとかは見て、なんか サスペンスでもないけど、なんか事件系サマータイム好きな、何わかんない、そうあれだ、あ、スラムダンク、そうスラムダンクを見てみようかと。スプリガンってのも見てるし、なんだろう、スラムダンク見た方がいいんだ。何かな、なんかね面白かったやつがあったんだけど名前が分かんないや、携帯にメモってるんだけど携帯でやってるから、もう難しいねアーニャ見てるよ絶対、絶対だよ。まあでもなんかそっち系が好き、なんかそういうのほほん系も好きだし、そういううつ系も好き。スライムは一番初めのスライムは見てた。
ドラマ、ドラマ、あ、初めて、初めてあれを見た。君の花になる。見た。まあでもアニメが一番面白いね。ウェンズデーが面白かった。ウェンズデー面白い。ごめんなさい、全部私ネットフリックスの話してますわ。ほぼほぼネットフリックスです。ノーゲームノーライフ聞いたことある。あ、レニチャさんありがとう。ぐありがとう。噛んだ。ありがとうございます。そう、ありがたわにちょっとブランクがありますね。やっぱやってないとダメですね。あ、それ気になって、ようこそ実力至上主義の教室みたいな。いやー、なんか見たいのないなーとか思ってた。見たいの出てきちゃうんだよね。面白いね、ネットフリックスって。一生見てられる。初恋を見てないんですね。あ、一期二期があるんだ。F1 のドキュメンタリーが面白いか見てほしいけど強要はします。 F1 のドキュメンタリー一旦調べてみようか。あー、え、これ栄光のグランプリみたいな。あ、よくわかんないや。宇宙かける夜中なんだ。
巨人最終回、巨人もね見てるよ。アメリカでは F1 ブームが起きても世界一見られる。へえ、そうなんや。うん、時間あったら見るね。何だこれ、ちょっと違うね。時間あったらぜひね、時間あったらぜひ見たいと思います。ちょ、なんか超なんか面白いやつなんかない？あら、これは新しいのかな？え、これ韓国のかな？韓国のドラマってほんと長いね。32話もエピソードあります。すごい。ジャンル絞って、ストレンジャーシングスねえ、早く最新が見たいでございます。かわいいボスベイビー、あれだね、クリスマス系が多いね。お腹空いてきた。
音見てた人、軽音見てた人、軽音大好きすぎて一生何回も繰り返し見てた人。え、夜はオムライスいいね。お腹空いた。ボッチザロック、ボッチザロックもエミーも見てる。世界人形も見た。見ちゃった失礼しました。最近さ、エアコン掃除して暖房つけちゃった寒いよね。お、コンサートの写真あげていきますので見てね。だって見まーす。見てますよ、皆さんのカメコの写真。この間ツイッターで募集した葉月との写真も何枚か保存させていただきました。こたつは出してないんです。ない。通知はいかない。通知みたいなスポーンとは出てこないです。ツイッター開いたらわかるって感じかな。毎日晩酌してません。なんかね、眠たくなっちゃうから最近は飲んでないです睡眠が勝っちゃうね。メンションつけた方が見つけやすいから OK いただいたので遠慮なくつけ続けた。タグ付けしてくれてる方がすぐ出てくるかな、そのちゃんとした通知。すごい、福岡遠くてなかなか行けないんだけど13時間かけて
会いに行く時間大好き。うん、13時間、すごい、ありがとうございます。公園に来るのかな。最近ゲーム、うん、スプラトゥーンはあの仕事の合間とかでできたらできる時にしてます。今日もしてた。でも「チャンネルはもうちょっとお待ちください。ちょっとね、私も体調があんまり良くなかったのでちょっとチャンネルをお休みしてたんで、でもちゃんとあげれるようにお話ししてるので待っててください。すいません。あ、これだ、サイバーパンクだ、アニメ今画面に出てきた。急にごめんね。サイバーパンクっていうアニメ、そう、めっちゃ面白かった。サイバーパンクはあのアニメの方です、すいません。お、金曜に友人の娘2人がエミリーに会いに行く、会いに初めて声に行くからよろしく。おお、ありがとうございます。待ってるね。もう眠いけどまだ夜ご飯食べてないから、配信終わったら夜ご飯食べようかなって感じかな。部屋の電気消して、2個電気あって、こっちの1個をつけてないだけ。こっちの1個は謎に白しかつかないの、白しかつかないやつをもらっちゃったのでつけてないですね。夜ご飯おでんでした。いいなおでん、いいね。何食べよう。うん、おでん、おでんは大根が大好き。大根、ちくわは食べたことあります。この前そう、出張お寿司食べた、うん、めっちゃ美味しかった。海鮮丼も食べました。
めっちゃ美味しかったな海鮮丼。素で食べた。でもその時にあれ赤酢っていうのかな、赤酢であってんのかな、分かんないけど、とりあえず酢をつけて食べました。得意料理は肉じゃがとか言っとこうかな今日ご飯どうしよう、本当に迷う。ホットモット、ホットモットのよくさご飯、お昼ご飯っていうか公園ご飯でホットモットたまに食うことがあるんですけど、その時にすき焼き あってめっちゃ美味しくて毎回すき焼き取っちゃう。本当はハンバーグとかも好きなのにすき焼き取っちゃう。ハンバーグ、ホットマットいいでしょう、いいよね。お腹空いてきた、どうしよう。マックのグラコロ、美味しそうだね。ファミレスあんまり行かないかな。スタバの新しいフラペチ、いやいちごの方、前のやつは飲んだ。おうち食べ物ある、なんとかあります。ライト、おしゃれ感で全然いや、電気1個しかないだけ話なんですけどね。雰囲気変わった？いや、そんなことないと思います。普通。
超普通。髪色じゃないかな、染めたんだけどさ、もう明るくなってきた。コンサートの時の髪色が一番あのいい色してた。TikTok 更新は、そうね、そうね、ずっとね、あげようあげようって思ってたけど、なんかあげ、いつも団体だから、えみ、私一人の単独のなんかあんまりよくわかんないから、編集とか一人で撮ったやつ一つあるんだけど、なんかあげようかなと思った時に恥ずかしくなってあげれなくて、あげれたらあげます。めっちゃ前に撮ったやつなんだけど、それでも大丈夫ならあげます。ヤバノフショット、ヤバノフショットね、多分ね、誰かの携帯で撮ったんだよ、モカちゃんかな、多分あると思う。じゃあ、え、これじゃあ後で、あったらメールに送ります。え、はなちゃんのままめに来たって、え、じゃあ、じゃああるわ、どっかに、多分まあ、探したらあるか。あー、いももちさんとはね、全員とは撮ってない。いーちゃんさんの携帯で多分撮ったけど、もらってないから意味は持ってないです。うわ、また言われてる、一人称エミリーなんだね。そう、なんかね、ここ最近エミリーって自分で言っちゃうんだよね。一昨日かな、一昨日もマネージャーさんに言われた。最近自分のことをエミリーって言っちゃってる。もうすぐ誕生、もうすぐ誕生日ですよ。12月、皆さんぜひおめでとうとプレゼントお待ちしてます。がめつくいきます。何欲しいって、
何でもください。ケトルはいらんわ。ケトルはいいです。もし壊れてもナコに買ってもらうんで。ビール券いいね。もらえるものならもらいたいですよ。けどあ、ビールサーバーいいね。はあ、でももらえない。違うのでお願いします。使えるもので。誕生日配信確かにできたらいいな。できるかな。最高ですね。やばい、お腹空きすぎてお腹鳴ってる。ずっとあさってテスト応援ください。ファイト、君ならできる。始球式をプレゼントしたい。うわー、始球式したい、始球式したい。検定すごいね。お疲れ様です。目が乾燥してきた。みんな交渉してくれますか。はなー、バチバチ終わろうかな。もうちょっとお腹空きすぎて元気出なさそうだ。何歳なの？24。いつも何時？12時前に寝れたら12時前に寝てるかな。11時の時もあるし。納豆美味しい。いいな。納豆も終わっちゃった。食べ終わっちゃった昨日で。カツ丼、どんどん。
そうエミあのお腹すきすぎると機嫌悪くなるのと元気なくなります。口数めっちゃ減るんでちょっとそれは配信ではさすがにまずいと思うのでそろそろランキングを読みたいと思います。いきます。13位クソンさんありがとうございます。12位ウチュさんありがとうございます。11位つかささんありがとうございます。10位カズさんありがとうございます。9位みなつさんありがとうございます。8位ベルカンさんありがとうございます。7位ブラディミアまあさん分かんない読めなかったごめんなさいありがとうございます。6位ハンスケさんありがとうございます。5位ヨシヒロヨシヒロさんありがとうございます。4位レニチャさんありがとうございます。3位リンダンさんありがとうございます。2位コウヘイさんありがとうございます。1位ケイゴさんありがとうございます。ほな皆さん久しぶりのショールーム見に来てくれてありがとうございます。そんなに大した配信じゃなかったけど見に来てくれてありがとう。じゃあ私は夜ご飯でも食べて早くお風呂入って寝たいと思います。みんなも明日頑張ってね。バイバイ。さらばじゃ。